今日は阿部慎之助選手をお招きしていろいろとゲスト解説お話を聞いていますが、まあ、阿部さん、このジャイアンツも最後の最後までね、DeNA ベイスターズとこの3位争いのデッドヒートを繰り広げていて、一旦はね、3位に立ったこともありましたんで、はい、まあ、本当に悔しかった最後のね決戦だったと思うんですけれども、まあそうですね、まあ、本当悔しい思いをしたなっていうのもありますし、はい、まあ、ずっと4番を打たせてもらってね、チームが上昇できなかったんで、はい、まあ、その辺も責任もすごく感じてますね。まあ、今年は阿部さんも4月の開幕当初から本当に打ちまくりまして、チームの開幕ダッシュ引っ張っていたと思うんですけれども、去年やっぱりいろいろ故障があって、今年はその開幕から 100% でいくぞというところ、かなりご自身の中で強く持っていらっしゃったんでしょうか。そうですね、それをやっぱ意識して、キャンプもいつも以上に頑張れましたし、はい、まあ、それが、まあ、良かったのか悪かったのかよく分かんないですけど、まあ、そのおかげでやっぱ開幕はやってね、序盤いい成績残してたんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、そこが難しいのはそれをコンスタントに上げていくっていう難しさもまた改めて感じましたし、やっぱりシーズンというのは、ね、長くして大変なんだなっていうのは改めて思いました。はい、まあ、江本さん、開幕阿部選手が引っ張って、そして坂本選手も好調で、巨人がねこうぐーっと行くムードはありましたよね。はい、まあ、我々もにっこりしましたけどね、あの頃は。はい、なんでかというと、シーズン前の順位予想をやるじゃないですか。はあ、ここ何年巨人にするの俺たち。ここシーズンオフに糾弾されるんだから、番組で、はいはい、当たらねえとか言われて、この解説者当たらねえとか言って、まあ、プロ野球ニュースなんかではね、随分もうね、陰ながら応援したんだよ、ずっと。なるほど、懺悔したくないし、だからついついこうね、負けるとこの厳しいことを言ってみたりするんだけど、まあ、これ我々も生活はかかってるからね、順位予想で、はい、そうですね、いつら解説でいつも当たらないよとかで言われちゃってね、どうせ当たらないでしょうね。まあ、これはね、本当に宿命のように考えないからね、本当ね、これはね、難しい。まあ、今度巨人も菅野選手がね、選手会長になって新しいね、はい、雰囲気になって、まあ、そういう立場に菅野投手もなってきたってことですね。そうですね、やっぱり菅野、まあ、28、29ですかね、はい、やっぱその彼らの年代っていうのが、やっぱプロ野球を引っ張っていくぐらいじゃないといけないなと思いますし、はい、まあ、それに近いのがやっぱ田中君、菊池、はい、君、28歳ですね、はい、そうですね、そのやっぱ世代がたくさんいるっていう強みがカープにはあるのかなっていうのは、まさにこの3人が全部同い年なんですよね。そうですね、で相澤君も多分、29、相澤選手は29歳、9歳、はい、ですよね、松山君も32歳ですよね、はい、西川君はもっと若いですよね、22歳、はい、はい、そういう子たちがうちにも出てきてほしいなっていうのは思います。あ、まあ、ここにやっぱりね、本当にファンの方も我々も放送していて、若手が若手がってことを本当に耳にタコができるように ね、 ね、聞かされていったというところがありますが、阿部さんも、まあ、それを感じている部分というのはおありでしょうし、まあ、逆に言えば阿部さんたちが頑張っているというところもね、一方であるわけですが、まあ、もちろん、ね、一プロ野球選手としてまだまだやりたいという気持ちもありますし、はい、けどそれをね、元気な若者がね、すごい出てきて、はい、切磋琢磨できれば、もっといいのかなと思いますけど、まあ、なかなか出てくるの難しいですし、っていうのがやっぱ現状かなっていうのは思ってしまいますね。はい、3対0広島カープ3点のリード、マツダスタジアムは5回が終わったところ、ゲームが中断、今内野に砂を入れる作業が続いています。まあ、やっぱりこれ阪神などでも江本さんね、なかなかこう若手を使って育てるといっても、結局福留選手、鳥谷選手、糸井選手に頼っている現状というのがあって、巨人もそういう若手を育てるんだって言いながら、やっぱり阿部選手、まあ、村田選手、坂本選手をね、抜いていけない。
そこ難しいところでね、でもまあ、しかしね、これだけ長いことね、CS に続けて出てたっていうのはね、これは立派なもんですよ、はい、だって広島なんて見なさい、もう二十何年優勝しないの、15年 B クラスだのね、そんなのはないんだから、はい、だからやっぱりある程度チームの勝敗を犠牲にしてまでこう選手を育てるみたいなね、ことができるチームと、はい、できないのがあるからね、まあ、だから今年齢上げたようにかなり年齢高いじゃないですか、はい、22、3でみんな活躍するっていうことはさあめったにない、ええうん、だからやっぱり育つのはね時間かかりますよ。そうですね、うんまあ、日本ハムのように今年もちょっと完全にね、うん、もう来年に目を、うん、向けてっていう巨人の場合やっぱり安倍さん、うん、なかなかね常にやっぱり勝つってことは義務付けられたチームですよね。そうですね、まあ、そこが多分一番監督も思っているところでもあると思いますし、ええ、その勝たなきゃいけないっていうのがやっぱり一番難しいとこなんじゃないかなと思いますけど ね、うんねまあ、今年は育てるんでちょっと、ね、長い目で見てくださいということは巨人の歴史の中ではこれないことですもんね。まあ、そうですね、まあ、そのとはいえやっぱり3年優勝を逃して来年はやっぱりね勝負の年ということで阿部選手筆頭に、まあ、やっぱりじくじたる思い来年こそっていうのはもう皆さん思ってらっしゃると思うんですけどもね。そうですね、やっぱチームとしてはずっと勝ててませんし、はい、まあ、個人的にもチーム的にもその僕らを、ね、こう脅かす若い選手が出てきてくれればいいかなっていうのは、はい、僕らも多少は願ってるところですね、はい。うん、まあ、ドラフトが近いんですが清宮選手の、ね、くじをどこが引き当てるかっていうのもありますが阿部さん、まあ、ちょっと話それますけども一野球選手としてどうご覧になりますか。まあ、まあそこまでね、本数を重ねて打てるんで素晴らしいとは思いますけど、はい、まあ、今度はね多分プロのピッチャーで変化球の質も違うでしょうし、まあ、最初はそういうところに苦労するんじゃないかなっていうのはありますね、はい。10月の26日にドラフト会議というのも迫っております。まあ、これから若手は今年は随分野手を絞った形でね高橋由伸監督も宮崎に連れていくんだということを宣言されているんですけどもここでもう目いっぱいやって誰が出てくるかなっていうのをファンが、ね、楽しみにしていると思いますけどもね。まあ、この秋たくさん練習してもうまくなるかどうか分かんないですけど、はい、まあ、その秋のキャンプ終わって、ええ、その各選手がどういうオフの過ごし方をするかっていうのがやっぱり一番大事じゃないかなと思いますし、やっぱりそこですか。まあ、1日、ね、まあ、24時間ある中で、ええ、その野球に費やす時間をね、ええ1時間でも長く取ることっていうのが一番大事だと思いますし、はい、まあ、休もうと思えば休めるんで、ええ、まあ、その何もしないっていう日をね、作ってるようじゃ多分その子たちも出てこれないと思うので、ね、はいはい、まあ、良かったのか悪かったのかよく分かんないですけど、まあ、そのおかげでやっぱ開幕はやってね、序盤いい成績残してたんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、そこが難しいのはそれをコンスタントに上げていくっていう難しさもまた改めて感じましたし、やっぱりシーズンというのは、ね、長くして大変なんだなっていうのは改めて思いました、はい。まあ、江本さん開幕阿部選手が引っ張ってそして坂本選手も好調で、巨人がねこうぐーっと行くムードはありましたよね。はい、まあ、我々もにっこりしましたけどねあの頃は、はい、なんでかというと、シーズン前の順位予想をやるじゃないですか、はあ、ここ何年巨人にするの俺たちこシーズンオフに糾弾されるんだから番組で、はいはい、当たらねえとか言われて、解説者当たらねえとか言って、まあ、プロ野球ニュースなんかではね、随分もうね、かけながら応援したんだよちょっとなるほど、懺悔したくないし、だからついついこうね、負けるとこの厳しいことを言ってみたりするんだけど、まあ、これ我々も生活はかかってるからね順位予想で、はい、そうですね、いつら解説でいつも当たらないよとかで言われちゃってね、どうせ当たらないでしょうなんてまあこれはね本当に宿命のように考えないからね本当ねこれはね難しい。まあ今度巨人も菅野選手がね選手会長になって新しいね雰囲気になって、まあそういう立場に菅野投手もなってきたってことですね。そうですね、やっぱり菅野まあ28球ですかね、
やっぱその彼らの年代っていうのが、やっぱプロ野球を引っ張っていくぐらいじゃないといけないなと思いますし、はい、まあ、それに近いのがやっぱ田中君、菊池、はい、君28歳ですね、はい、そうですね、そのやっぱ世代がたくさんいるっていう強みがカープにはあるのかなっていうのは、うん、まさにこの3人が全部同い年なんですよね。そうですね、で相澤君も多分、29、相澤選手は29歳、9歳、はい、ですよね、松山君も32歳ですよね、はい、西川君はもっと若いですよね、22歳、はい、はい、そういう子たちがうちにも出てきてほしいなと思います。あ、まあ、ここにやっぱりね、はい、本当にファンの方も我々も放送していて、若手が若手がってことを本当に耳にタコができるようにね、ね、聞かされていったというところがありますが、安倍さんも、まあ、それを感じている部分というのはおありでしょうし、まあ、逆に言えば安倍さんたちが頑張っているというところもね、一方であるわけですが、まあ、もちろん、ね、一プロ野球選手として、はい、まだまだやりたいという気持ちもありますし、ええ、けどそれをね、元気な若者がね、すごい出てきて、はい、切磋琢磨できれば、ええ、もっといいのかなと思いますけど、まあ、なかなか出てくるの難しいですし、っていうのがやっぱ現状かなっていうのは思ってしまいますね。はい、3対0広島カープ3点のリード、マツダスタジアムは5回が終わったところ、ゲームが中断、今内野に砂を入れる作業が続いています。まあ、やっぱりこれ阪神などでも江本さんね、なかなかこう若手を使って育てるといっても、結局福留選手、鳥谷選手、糸井選手に頼っている現状というのがあって、巨人もそういう若手を育てるんだって言いながら、やっぱり阿部選手、まあ、村田選手、坂本選手をね、そうそう、抜いていけない、そこ難しいところでね。でもまあ、しかしね、これだけ長いことね、CS に続けて出てたっていうのはね、はい、これは立派なもんですよ、はい、だって広島なんて見てください、もう二十何年優勝しないだの、15年 B クラスだのね、そんなのはないんだから、はい、だからやっぱりある程度チームの勝敗を犠牲にしてまでこう選手を育てるみたいなね、ことができるチームと、はい、できないのがあるからね、まあ、だから今年齢上げたようにかなり年齢高いじゃないですか、はい、22、3でみんな活躍するってことはさ、めったにない、ええ、うん、だからやっぱり育つのはね、時間かかりますよ。そうですね、うん、まあ、日本ハムのように今年もちょっと完全にね、うん、もう来年に目を、うん、向けてっていう、巨人の場合やっぱり、うん、安倍さんなかなかね、常にやっぱり勝つってことは義務付けられたチームですよね。そうですね、まあ、そこが多分一番監督も思っているところでもあると思いますし、ええ、その勝たなきゃいけないっていうのがやっぱり一番難しいとこなんじゃないかなと思いますけど ね、まあ、今年は育てるんでちょっと、ね、長い目で見てくださいっていうことは巨人の歴史の中ではこれないことですもんね。まあ、そうですね、まあ、そのとはいえやっぱり3年優勝を逃して来年はやっぱりね、勝負の年ということで、阿部選手筆頭に、まあ、やっぱり今日は阿部慎之助選手をお招きしていろいろとゲスト解説お話を聞いていますが、まあ、安倍さん、このジャイアンツも最後の最後までね、DeNA ベイスターズと3位争いのデッドヒットを繰り広げていて、一旦はね、3位に立ったこともありましたんで、はい、まあ、本当に悔しかった最後のね、決戦だったと思うんですけれども、まあ、そうですね、まあ、本当悔しい思いをしたなっていうのもありますし、はい、まあ、ずっと4番を打たせてもらってね、チームが上昇できなかったんで、はい、まあ、その辺も責任もすごく感じてますね。まあ、今年は安倍さんも4月の開幕当初から本当に打ちまくりまして、チームの開幕ダッシュ引っ張っていたと思うんですけれども、去年やっぱりいろいろ故障があって、今年はその開幕から 100% でいくぞというところ、かなりご自身の中で強く持っていらっしゃったんでしょうか。そうですね、それをやっぱ意識してキャンプもいつも以上に頑張れましたし、はい、まあ、それが